ザリパイ先生のジャンフェスですよ。インセガブースよっしゃザリパイ先生ありがとうございます。いやいやいや、ということで、はい、小玉さんに来ていただいております。はい、セガの小玉です。よろしくお願いします。やーす、今日はあの私いろいろね体験しに来たんですけど、なんかこうボーンとホットなものありますかね。ホットなものですか。そうですね、ありました。出たー、なんだろう、はい、この三文字梅今日は、初音ミクのプロジェクト D バシリーズ、最新作のですね、初音ミクプロジェクト D バ X、こちらをお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ早速プレイさせてくれよ。はい、それでは早速ですね、ゲームの方をプレイしたいんですけども、はい、やっぱこれクリアしたらですよ、はい、褒めてもらっていいですかね。褒めるだけでいいですかじゃあはい、早速ゲームの説明を簡単にしていただけるとありがたい。はい、わかりました。まあゲーム自体ははい、シンプルな、リズムゲームになってますので、画面中に、ターゲットがあるので、いろんな方向からアイコンがこう来るわけですね。はい、流れてきます。それがちょうど重なるタイミングで、タイミングよく、対応したボタンを押すと、はい、それの、繰り返しのリズムに合わせてそれをすると。はいはいはい、はい、もう簡単な、もうそうなります。なるほどなるほど、はい、もう始まる。ああ、ちょっと一回、はい、ラッシュがついたら連打。はい、あ、連打、ラッシュが出たら連打ですね。 OK です。はい、スタート、これで始まります。はい、流れていきますね。そうですね、はい、はい、ああ、ね、まあまあ早い、まあまあ早い。こう流しです。流し、はい、こうラッシュです。あ、今ラッシュ、こうね、もう一回ラッシュです。そうです。ああ。おお。はい、チェイ、デ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 イ、ああ。楽しい。で、タッチです。ああ。ああ。よ、お、お。当てんの、当てんの。当てます、当てます。うわわわわわ、あー、くるくるくる、あー、間違えた、あー、イエーイ、よいしょ、トゥイ、トゥー、うわー、あー、間違えた、あー、あー、うわー、あー、うわー、大丈夫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 、はい、はい、大丈夫、大丈夫、大丈夫、はい、決めポーこれ何やろ、初めてのお父さんがリズムゲーをやってみたみたいな感じになりましたけど。まあでもやっぱりリズムゲーは一番最初なかなか初見ではない、なかなかできないと思うので、やっぱり曲をなんかこう知ってるとそれで合わせてこう前の手を入れる感じですね。そうですね、はい、ちょっと待ってください、これすごく白熱しますね。なんかね、なんかすごく、あ、楽しそうと思いました、ね、いや、まさかビータで汗かく思いませんでした。ありがとうございます。いやー、楽しんでいただけたら嬉しいです。これまた難易度上がったりとかするんでしょ。そうですね、今のは本当に一番、優しいモードなのでもうちょっとボタンとか、そうですね、数とかもどんどん多くなって、まあそれはね、リズムゲーム、得意な人とかにもやっぱり、そうですよね、はい、いや楽しかった。あとなかなかプレイしてると画面中のキャラクターを見る暇がないと思うんですけど、それの、上手くなってくるそのキャラクターを見たりですね、余裕が出ますよね。そうですね、そういうのも楽しいって言ったら、いや、ほんまに初音ミクを応援してるような感じなの。そうイエーイって いいこと言いました。さすがザリパイ先生。ほんまですか、はい、ありがとうございます。さすが分かっているだろう。さあ、ということで、一応私最後までね、はい、行かしてもらったじゃないですか、はい、しっかりプレイできましたね、はい、で、はい、ちょっと褒めてもらうというだけではですね、はい、さすがに私42歳になっております。それだけじゃちょっとね、はい、物足りない。ダメですか、褒めるだけでは。ええー、ザリパイ先生すごいだけじゃダメですかね。やっぱダメですね。ダメですか。どうしよっかの。出た。なんかちょうどここにいいものがありましたね。お得意の。お得意の。三文芝居。いや、もう五問六問と上げていきましょう。そうですね。え、これは何ですか。これはですね、こちらにミクダヨウさんのですね。はいはいはい。ポーチとなってますね。はい。こちらの。
お寿司付き。寿司付きでね、はい、こちらですね、こちらにもしますね。それからちょっと待って、ものすごい顔大きない？そうですね、かわいらしい。ちょっと待って、はい、ものすごいスリムちゃう？そうですね、はい、お二人とも可愛らしい。いや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 、君ちょっと顔ちょっと大きいから。いやいやいや、いやほんあれ遠近法で、遠近法。あ、なるほど、はい、あ、違うな、マスコット的なね存在ですよね。で、彼女動きがやっぱりいいですね。はい、うわー、はい、可愛らしいな、はい、もうさっきからもうバシバシ盛り上がってます。なんか当たってますね、ずっと。これいただいていいですか？はい、どうぞ。これあの読者プレゼントにしますんで。いいですか？いいですか？はい、じゃあこちらどうぞ。ありがとうございます、はい、皆さんいただきましたよ。はい、はい、ということで最後、はいはい、ここのね、ブースの評価をさせてもらいます。なるほど、うん、なるほど。これはやっぱお二人のパフォーマンスにもねかかってくると思うんです。なるほど。やっぱ可愛らしいところをね、どんどんアピールしてもらえれば。はい、うん、なるほどね。アピール、アピール。一応あのカメラもありますんでね。はい、じゃあ可愛らしさをアピールしてもらっていいですか？せーの。いい足してますやん。すごいですね。こんな足でそんな伸びます？すごいですね。おおおお、セクシー。おおおお、すごい。はい、もうこんな感じですね。いや、いいですね、はい、じゃあ平井さんにはいいただいちゃいましょうかね。そうですね。じゃあいきますよ。お、せーの。はい、星3つ。やったー、だろー。星3つになったら、はい、告知ができるっていう。ああ、そうかそうか。そっち、はい、それめっちゃ大事でした。告知告知告知させてください。じゃあですね、はい、今日こちらあります、初音ミクのプロジェクトディーバー X、はい、こちらがですね、あのプレイステーションビータ版が来年の3月に、来年の3月ですね、はい、発売になりますので、ほいほい、まあ、今回ちょっといろんな新しい要素も入ってますので。あ、そうなんですね、はい、ぜひ期待していただければなと思いますので、うん、はい、ぜひ遊んでください。はい、待ち遠しいでございます、はいはい、3月です、3月24日お願いします。お願いします。以上でーす、はい、どうぞ。お願いします。Vジャンプチャンネルご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録はこちらからお願いします。スマホの方は概要欄から。よろしくお願いします。